どうも、サバカンです。ここ何年かのね、阪神タイガースの課題といえばやっぱり打てない、長打ホームランが少ないって言われてるんですけどもね。まあ去年セリーグ1位の巨人は、昨年183本もチームで本塁打を打ってるんですけど、阪神は94本、そしてね、名古屋ドーム本拠地にする中日は90本とね、やはりあの本拠地が広い球場だとね、ホームランが出にくいので、こういう結果になっているのかなと思います。そこで最近ささやかれているのが、名古屋のテラスもそうですけども、甲子園のラッキーゾーン復活ですよね。でね、話し合いも行われているっていうニュースとかもありましたし、前に片岡ヘッドコーチが、ラッキーゾーン設置をずっと球団にお願いしてたっていうこともね、話していたんで、今回はね、そのラッキーゾーンは本当に必要なのか、で実際に作ったらどうなるのかっていうね、いろいろ事例を含めて考えていこうかなと思いますので、ぜひ最後まで飛ばさずに、ご覧いただけたら嬉しいです。それでは行きましょう。はい、まずラッキーゾーンの歴史なんですけども、今でこそね、こういろんな球場にテラスとかラグーンとかできてますけども、元祖はもともと甲子園球場で、球場での本塁打率が悪かったことを危惧した管理者の阪神電気鉄道が1947年にフェンスを設置してから1991年シーズンまでラッキーゾーンがあったらしいです。ウィキペディアによるとですけどね、いろいろ説あるんですけど。で、次に、現状の甲子園球場が他の球場に比べてどれぐらい広いのかというところをね、見ていただきたいんですけども、こちらが甲子園球場のデータです。中堅とか両翼とかいろいろ書いてるんですけど、難しいと思うんですけど、この水色の線を注目してください。これが東京ドームの広さです。で、注目してほしいのが、左右中間の距離です。ここが甲子園球場は東京ドームより8メートルも広いです。8メートルあったら入ってたなとかね、もしくは入れられてたなっていうホームランも、何本もね、ちょっとあると思います。逆にね、東京ドームでもうなんで入るんやろうっていうホームランもね、大体ここら辺やったりします。他の球場に比べてもやっぱ東京ドームは少し狭いと思います。あとはね、この距離だけじゃなくて、甲子園には浜風って呼ばれるね、風がライト側からレフト側へ吹きますよね。そのせいでね、左バッターは特に苦しめられているんですけどもね、やっぱ風とかも考慮して、ラッキーゾーンはもうライト側だけでいいから作るべきとかいう意見もね、あります。でね、この広さと風の影響で、甲子園球場は他の球場に比べて出にくいということですね。じゃあ、広いのもね、風の影響も分かったけど、どれぐらい他の球場に比べてホームランが出にくいのかということをね、ちょっと今からね、説明します。今回はパークファクターといってね、球場ごとにホームランや得点などの偏りを表す指標があるので、紹介させていただきます。こちらが2019年、去年のセリーグ本拠地のパークファクターです。他の球場の平均が、1で、例えばね、ホームランだと1より大きければ大きいほど、その球場は他の球場よりホームランが出やすいです。で、逆に1より少なければ少ないほど、他の球場よりホームランが出にくいです。こうやって見ると、やっぱ名古屋ドームが一番ね、どの数字においても出にくいんですけどもね、甲子園もね、なかなかだと思います。東京ドームはね、本当に他の球場より、これの数値だけで見ると 1.5 倍ぐらいホームランが出やすいっていうことになりますね。でもね、球場が広いことが悪いわけじゃなくてね、やっぱり投手陣の防御率の高さも、この球場に助けられてる部分もあるのかなと思います。次に、ラッキーゾーンが設置されたらどうなるのかということをね、もう考えていきたいと思うんですけども、実際にね、このシミュレーションとかできないので、過去に他の球場でラッキーゾーンがいっぱい設置されてきたんですけども、どうなったかということをね、ちょっと見てもらいたいと思います。まず2013年、楽天の本拠地に設置された E-Wing、 こちら両翼の距離が 101.5m から 100.1m になってね、左中間右中間が 1m 狭くなっただけなんですけども、チーム本塁打が、昨年が52本の翌年97本になりました。しかしね、防御率が 2.99 だったのが 3.51 になってしまいました。やっぱりね、得点も増えるんですけども、失点も増えますからね、そこの加減がちょっと難しいですね。続いて2015年のソフトバンクの本拠地にホームランテラスが
設置されたんですけども、左中間右中間が6メートルも狭くなってね、フェンスの高さも 1.5 メートル以上低くなりました。するとチーム本塁打が前の年95本が141本、やった、防御率はあまり変わらなくて 3.25 から 3.16 になりました。まあ、これはねかなり本塁打増えましたよね。まあ、6メートルこうせり出してるわけですから。でちなみにこのさっき言った2チーム、2013年設置した楽天が日本一、2015年設置したソフトバンクも設置した年に日本一になりました。はい、すごいですね。まあ、このラグーン効果、テラス効果って言いますか、まあ、それもちょっとあるんじゃないかなと思います。次の事例です。2019年、去年、ロッテのゾゾマリンホームランラグーンが設置されました。本塁から最大4メートル小さくなって、ホームランが78本からなんと158本、やった、防御率は 4.04 から3.9 となりました。防御率がね逆に良くなったっていうチームもありますね。はい、まあこうやって見るとね、ラッキーゾーンの影響ってねすごいなと思いますね。まあ、ちなみに1992年にラッキーゾーンが撤去された阪神甲子園球場ですが、設置していた1991年のチーム本塁打が111本なのに対し、次の年撤去されると86本になりました。まあでもね、しかし防御率が4.37 から 2.90 と大幅に良くなりました。まあね、さっきも言いましたけど、まあ、野手は嬉しいですけどね、まあ、投手陣にとってはね、ラッキーゾーンはちょっとね辛いのかなと思います。あとはまあ甲子園球場だけじゃなくてね、名古屋ドームとかでもテラスを設置するっていう話題になってます。まあ、名古屋ドームはね、早ければ2021年シーズンからの運用を目指すということでね、まあ、さっきあのパークファクターってあの指標で見てもらいましたけども、名古屋ドームはね甲子園よりホームランが出にくい球場ですからね、もうこれでだいたい平均ぐらいのね出やすさになったら、まあ自慢の打撃陣、まあ、中日打撃陣結構打ちますんでね、あの打撃陣ももっと力発揮できると思いますしね、まあ、何よりホームランが増えたらね本当にお客さんに楽しんでもらえますからね、迫力が出て、まあ、名古屋ドームにもいっぱい人が来てくれるきっかけにもなると思いますね。まあでもあの名古屋のテラスに関してはあの落合さんが大反対してたらしいですね。あの昔中日がなんであそこで買ってたかっていうと、あのグラウンド大きいからホームランにならないと思ってピッチャー安心して投げてたからみたいな、気分的に優位に立って投げてたからっていうね、落合さんは設置するべきでないっておっしゃられてましたけどね、まあ、阪神もねちょっとピッチャーが強いからここまで来れたっていうのも、3位までね行けたっていうのもありますから、やっぱそういうね、まあ、チーム状況的にもねいろいろホームランテラスあった方がいいんかなっていうことをね見ながらちょっと設置していってもらいたいなと思いますね。あとラッキーゾーンに対する問題やったら、やっぱ甲子園球場といえばね高校野球があるんで、ほんま最近ねパワーのあるバッター増えてきましたから、高校生で特にドラフト2の井上くんとかもバンバン入れてましたからね、スタンドに。そっからねもうラッキーゾーン作るってなると、いろいろ反発も起こるのかなと思います。高校野球ファンとか、あと高野連とかもねいろいろ相談していかないといけないと思いますし、まあ、去年でね100周年の歴史ですしね、伝統を守っていかないといけないっていう部分もあると思いますし、あと甲子園ボールとかあのアメフトとかでも使うので、まあ、そこら辺もいろいろね相談して設置しなければいけないなと思います。まあ、個人的にはあのヤフオクドームみたいにね取り外しできるようにして、であのライブとか高校野球の時はもうラッキーゾーンなしで、でプロ野球開催の時はラッキーゾーンつけるみたいな感じでも全然いいと思いますね。まあ、結構難しい問題なんですけどね。はい、ということで、皆さんどうでしたか。まあ、ぜひよかったらねコメント欄でラッキーゾーンについての意見ぜひぜひ、お願いします。もし設置するってなったら、まあ、個人的にテラス席とか行ってみたいですね。はい、あの新しい席になると思うので、ライトレフトとテラス席みたいななると思うんでね、昔のラッキーゾーンブルペンとかになってましたけど、まあ、テラス席とかになったらねもう本当にチケット争奪戦になりますからね、まあ、その時はね本当に行ってレポートしたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録いつもしていただきありがとうございます。もうすぐ1万人なんでね、皆さんよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。